はい、それでは新設大和の文、第34回、令和5年2月17日です。もう題名がもうテキスト終わりましたんで、鎌教室新設大和の文総集編上丸上となりました。今日入れてあと3月2回やって上中下でなんとか終わりそうです。随分たくさんのことをやってきたようですよ。はい、この講座の途中でやりましたけどね、私はこの立場でずっと、この鎌教室のお話続けてまいりました。戦後私学からの脱却、和国イコール豊国説、GHQ の占領政策、神を語る中から解放されること、戦後私学の邪馬台国畿内説や大和王朝近畿発祥説から解放されること、筑豊田川の神々を尊重し筑豊の古伝書を大切にすること、筑豊の人々が自分と自分の土地の遺跡に自信と誇りを取り戻すこと、筑豊が元気になれば古代史が正しい姿に戻る、まあ、この一年でやってきたわけです。で、和国イコール豊国説、あるいは近頃出しております大和国田川説、危機は古事記日本書紀は豊国中心の歴史書ですよと。それは和国から日本国と国語を変わりましたけど、両方訓読みは大和の国ですよと。大和の国歴史は豊国ですよと。で、彦山から沖ノ島までの、あるいは本当は朝鮮半島南岸部ですがね、恩賀川流域こそ和国の中心、大和国の中心ですよと。で、神武、卑弥呼、神宮、天智は豊国側の王ですよと。それが和の豪と天の足利彦、比いずるところの天使、そしてその孫天武は筑紫側の王ですよという、これも今までの通信になかった、通説になかった考え方です。そして極めつけは壬申の乱も豊国での戦いであって、向こうの近畿地方の滋賀県とか奈良県とか一切関係ありませんよと、こう言い続けてまいりました。で、この段階でニューバージョンとして平城京は桂川町にあったという、これもあの世間から相当誹謗中傷が届いております。延暦3年784年天智天皇から数えて4代目桓武天皇が784年に初めて近畿長岡京に遷都した。そして今、奈良京都大阪にあります宮殿跡、大極殿跡とかですね、各、有名なお寺さん、ほとんどこの九州の筑前豊前から解体され運ばれ組み立て直された名刹ばかりであるというのが福永説でございます。だからあの今日、京都奈良に多く建っておりますあの有名な寺院は、元を正せば皆この豊国筑紫の国にあった建物ですよということを私言い続けてきたんですね。それでそういう建物が全部移された後に、このじゃあ豊国には一体何が残っているのかということを文献と、それから数々の写真、神社、遺跡、かろうじて残っているものを拾い集めていったわけですね。さあ、それではもうまた神代からです。飛行の御山、法院図、雨の水上主、古事記の最初に造花三神が語られていますね。で、こと天つかみ五柱が出てまいります。雨土の初めて開けし時、高天原になりし神の名は天の水上主の神、次に高見むすひの神、次に神むすひの神、この三柱の神、いわゆる造花三神でございますね。皆一人神となりまして、身を隠したまいき、次に国若く受ける油のごとくして、クラゲナス漂えるとき、足カビのごとく燃え上がるものによりて、なりし神の名は、馬氏、足カビ、彦地の神。次に天の床たちの神、この二柱の神も、また一人神となりまして、身を隠したまいき、神の九段の五柱の神は、こと天つ神。古事記ではスペシャル天神だと書いてあるんですね。これが日本書紀に行った途端に国つかみにされちゃうわけです。これが大きな違いでした。そしてここの写真にあります、これが彦の御山法院図で、鷹神さんです。鷹に化身した神々で、多分順番からいくとこれが雨の水上主、そして多分南岳だと思いますが高見結びの神、
したがってこの絵との関連から言っても法印図の関係から言ってもこの鷹は後に説明しましたようにこの鷹であったはずだということをまあ証明したわけですね。だから鷹見結びの神です。で神結びの神が南岳と、まあ、こういうことになろうかと思います。で大和この他にもまだ10種類ぐらいありますが、は彦山のある国、これを大和と呼んだんだろうというわけですね。特にこちらの大和なんていうのは彦山が遠くに見え始めた位置のところにあるのが大和の国だろうと思います。でこれになると完全にも彦山の麓あたりのことを言いますね、はい。そしてそこに都があったからこの和国の和、大和、それから日本国の日本、それから大和と書く大和、これはみんな彦山の麓に都のある時のこれは国号でございますね、はい。こういうことを言い続けてまいりました。そしてこの記録がですね、ずっと後の中国は元の時代に成立した創始日本国で、ここに天の水中主という神に始まりまして、また古事記日本書紀と違う系列の神様が、何柱か出てまいります。で天の村雲の御事、もうこれ2代目、先ほどの古事記とももう違います、はい。そして共通しているのがこのこっからあたりですね、イザナギの御事、スサノオの御事、アマテラス大御神の御事、まさかあかつかちはやひ天のおしほみみの御事、このあたりが現在の彦山の神ですね、はい。スサノオは彦山に祀られていませんね。それから天の彦、天彦の御事ですね、多分彦、次の穂村の御事、多分ほほでみの御事だと思います。彦渚の御事、宇賀や吹合図で、ここの23世が並びに筑紫の氷向きの宮、氷向の宮、読み方は確定しておりませんに都すと書いてあります。ここに筑紫ってはっきり書いてあるわけですね。でこれがだから筑紫中心主義で、もう豊国中心主義ではないわけなんですが、南西天の水中主から神武のお父さんの彦渚まで23世がみんな筑紫の氷向の宮に都したって書いてあるんですから、これが私が言うところの東大寺のお坊さん、平安時代ですよ、平安時代の東大寺のお坊さん長年さんが宋の皇帝に差し出した我が国の応年代記、つまりこの23世の神々は生きて人だった時にはこの国の王だったって書いてあるんです。神も王だったんです。亡くなったから神なんです。あるいは神武以前の王は全部神と呼ばれてるだけのことですね。ただこの、創始日本国伝で必要なのはここに雨の水中主を除くとほとんど御事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 と全部御事がついてるんです。だから明らかに生きてる時は人間だったということが書いてある。これがあの日本古代史における私が言うところの神々の歴史、生きている時は人間、しかも国の王だった人たちの記録だと。だから我々は古事記日本書紀に書いてある神代はやっぱりあれも生きている時は人のであったそういう御事たちの歴史なんですよということを言うとるだけなんですね。これあの途中から来られた方には分かりにくいところですが、彦渚の第四子、これが神武天皇でございますね。この人がここが面白いんですよ、筑紫の宮から大和の国の橿原の宮にお入りになったって書いてあるんです。これ今日、総集編上の終わりになりますが、これが神武統制に関わっています。この大和の国、大和州は奈良県じゃありません、福岡県豊の国、豊前の国でしたということが今日の終わりに出てまいりますね。それから先はもう皆さんもご存知の通りですが、ここに神宮天皇も書いてあります。皇后じゃありません、天皇が書いてありますね、はい。こういうことでございます。さあそしてこの神々を、追求していくよったら、まずこの地元の瀬成神社、添田町中岩寺にあります瀬成神社に行き当たりましたね。
ここに祀られている神様が、豊受けの狼とそして瀬織姫だったんですね。あと早明津姫も祀ってありましたね。今もうこの宮司さんの宇宙も壊れてありません。もう宮司さんのいないお宮さんです。さあそこの瀬織姫をずっとやり続けよったらですね、結局彦さんの龍神だったということが見えてきたわけですね。で法蓮上人が壬申の乱の後ですよ、元明天皇の頃です、日本書紀が出来上がる頃です、720年頃ですね、彦山玉屋窟で龍神イコール瀬織姫から如意宝珠を授かる絵と、その頃今日は部分拡大してきました。この龍神が実は瀬織姫です。そして宇佐八幡宮の始まりになった宇佐氏の祖法蓮上人がこの龍神から如意宝珠を授かっているという場面なんですね。そしてこれが今彦さんの、中腹、法平殿の前にあります、こう湧き出ているこう山の水路出ている部分なんですがね、この龍神もこれは、彦さんの法平殿では三曇り、水に分けると書いて三曇りの神って言いますね。で私この辺りからひょっとするとこの瀬織姫さんという方は縄文農業、実はもう今考古学の世界でも縄文時代から農業が始まっていたというのが定着してまいりました。この九州彦山を中心として縄文農業の守護神のような、方ではなかったかと。当然姫と言っておりますから、我が国の大和の国の資源の神は女神様でしたよということを言っとるわけです。その女神様の国に後に卑弥呼が出たり豊が出たり神宮天皇が出たりするわけです。九州に一貫してますね。どっかの国の有識者が男系天皇だなんて言ってる議論がバカらしくなりますね。はい、これこの瀬織姫なんと岩手県遠野にまで広がっております。はい、遠野の瀬織姫でございますね。こんな美しい銅像があります。さあ次です。四柱目、三柱目の神むす日の御事が大穴鞭を生き返らせるという本が小学館の稲葉の白うさぎという中のこれ1ページです。はい、お兄ちゃんの八十神たちに赤いイノシシを受け取れって言われて、そこになんと転げてきたのは真っ赤に燃え上がった石だったと。これでここは本当は大国主なんですけどね、でもやっぱ大名持ちなんですね。大名持ちはこれで死ぬんです一度。そしたらですね、この大名持ちのお母さん、大国主のお母さんに、壊れて、あの三柱目の神むす日の御事が大穴持ちを生き返らせるというような、まあ、こんな故事が古事記なんかに本当は書いてあるんでございますね。はい、八十神たちが焼けた大岩を赤いイノシシと偽って大ナムジに捕まえさせ殺そうとします。焼き殺された大ナムジは母の願いを聞いた神むす日の力で生き返ります。これ多分この筑豊によく出た石炭です。石炭を真っ赤に燃やして坂の上からゴローって。だからこれ大名持ちが逆に侵略者で、それで八十神たちはそれに抵抗したんでしょうね。ここにもだからこの大和の国豊国の私の言う和国イコール豊国説のかなり一番古い侵略のお話がここに現れてるわけです。だからこれは大名持ち本人が死んだわけじゃなくて、まあ、軍隊の何人かがこの犠牲になったということなんでしょうね。これは実はリアルなんですね。大変な戦いですねこれもね。それで、この大名持ちのこと、古事記では大国主とかも一緒くたにしてあるわけですが、八千代子神の歌物語で八千代子神は彦さんの神という、まあ、こんなお話がございます。でそこでですね、これわざとあの文章を取り上げたのはここですね。あの四柱目の馬氏足首彦氏の神がこの八千代子神のとこで同じ古事記の中で彦氏、彦さんの最も古い表記の彦という字が当たっとるんでございます。
これ本当に古事記にあるんですよ。でこの方がお詫びて、出雲より大和の国上りまさんとしてと、そしてその時に読んだ歌がぬばたまの黒き味噌とかいう歌があって、この八潮湖の神が訪れる先が沖津取胸見る時という、これどう考えても胸方の暗示です。でそこにいる人が、女性のことを大和の、さっき出てきましたね、大和の人元すすき、一本のすすきのような人のところに出かけていくよって歌ってあるわけです。ここに早くも、これは宗方の沖津取ですから、これ田切姫になりますね。え、田切姫のところに行くよって歌ってるんです。よろしいですか。大なむちがですよ。大物主がですよ。宗方の田切姫のところに行くって歌になってるんですよ。これ分析したのは我が国で初めてでしたね。さあその時正妻のですね、妃がおりまして、もうえらいやきもち焼きなんですよ。まあそれでも他にね、その女の人がいるんで送り出す時の歌があるんですね。はい、すせり姫ですね。八千穂の神の御事やあがお送り主と歌っていって、最後にそのね、ここ最後ここです。豊見木立てまつらせ。豊見木なんですよ。また豊国の豊が歌われてるんですよ。いや大和って歌ってないんですって。豊見木って書いてある、まあ、豊見木召し上がってください。今まで非常にも他の女のとこ女人行くと嫌がってた、すせり姫がですね、急に塩らしくなって、それで豊見木をお召し上がりになってくださいという、まあ、こうやって送り出したというのは古事記にいっぱい書いてあるわけです。そうした時にまた今度彦さんに戻りますね。大物主は彦さんの所の主神、これ彦さん瑠璃と呼ばれる縁起書でございます。鎌倉時代です。権現天の押臣の御事、これは大物主の後から来る神です。は月氏の中国から来た神、月神トライシンですよ。で所の主神大物主が権現に天の押臣の御事に住みかを譲り、妃の田切姫沖の島の神、先ほどの人ですを連れてこの宮間、私は糸田町にしましたに移ったと。でここに書いてある年号がすごいんですよ。金光7年で西暦576年にあたるわけでございます。この金光7年というのが、まあ、あの九州王朝論を唱えている古田氏学の会の人々が、まあ、これよく九州年号というわけです。あの大宝という年号、701年から始まった年号よりも前に、なんと美雑天皇の時代にすでに年号があったよって書いてある。でそれまで その古田氏学の会が調べ上げた全国の、金光という、金が光ると書く金光のは6年までしかありませんでしたけど、彦さん瑠璃はそれをあっさり超えて金光7年ってはっきり書いてあったんです。驚きです。これが福岡県の資料でございます。さあじゃあ大物主って一体誰なのかって、この人ですね。ここの神社の神様ですね、武前坊高須神社、これ多分本来はこれ高須神社です。なぜこのお宮さんがある大山、高須山っていうんですもんね、高須山って。そこに祀られている神様、豊日和家の国玉神とまた別名ですが、イコール大穴むち神でございます。縮めたら大穴むちです。はい、でまた置き換えたら大物主です。でここにやっぱり抱き高の葉に二匹という神紋がかかっております。これを私は高葉の神々と呼んだわけです。さあその、天狗さんが持つのもこれまた高葉の内輪でございます。安手の葉じゃないですよ、高葉ですよ。そして、これがですね、当神社は武前坊天狗神としても有名で、欲深く覚えに狂った人には天狗を飛ばせて子供をさらったり家に火をつけたりして慈悲の鉄槌を下し、心正しく信仰する人には家来の八天狗をはじめ全ての天狗を集めて、これカラス天狗ですよ、ヤタガラスですよ、を集めて願い事を遂げさえその身を守るという。でその時にその神通力を表す時に
このうちわを仰いで風を起こすわけですね。それで哀れ人の家には火をつけたりするわけですね、はい。でこの豊日和家の国玉神が明らかに大物主ですね。豊前豊後の住民の守護神です。あるいは農業の神様、守護神ですね。釣り合いがいましたね。スクナビコナの御事、これ医薬の神様ですね。でここに書いてあるんです、先ほどの三柱目、神むす日の神の御子なんですね。その彼と一緒になってこの大和の国をお作りになった最初の神が実は大物主だったということを私この国で初めて言ったわけですね。さあ先ほどの彦三抜きから行くと根津貝家のこの御山に金光七年に移っておりますね。で彦山北岳から宗像の金魚山の東の好み権現社に移り祀られたとありますから、一度ここを中継します。それからここですね、宗像ですね。でここに田切姫と一緒にいらっしゃったんで、今でも糸田町のこの辺りは、この神社の近くは田切っちゅうんですね。田切川が流れていたり、それからこの飛仙と書いて田切という池があるわけですね。田切姫の田切から来てるわけです。これもこの土地に来て初めて抜き出しました。さあそしてもっと驚きはまだ後になるんですがね、神武天皇記日本書紀です。そこに実は大名打ちの狼が出てきますね。で大名打ちの狼が名付けて曰くで、これは大和の国のことですよ。大名打ちの狼は玉垣の打ちつ国とおっしゃった。そのあたりまた逃げ合い日の御事が出てきて、空光大和の国とお呼びになったっていうんです。そしてこれは河原町鏡山にある鏡の池なんでございますが、これの少し奥の本当にちっちゃい、丘のようなところに登ると、そこに玉垣様という小さな石の祠がございます。私これいつ行ったんですかね、1995年行きましたね。そしたらそこに玉垣様があるっていう、柳井さんからそれを伺った時に、ん玉垣んどっかで聞いたことあると思って、その時は思い出せなかったんですが、柳井さんのところにも大物主が祀られておったみたいです。やっと分かりました。こちらに飯塚教室の万葉集の会に出てらっしゃる方いらっしゃいますがね、万葉集の歌の場所でしたね。宿儺彦名と一緒に祀られてたみたいですね、この土地に、はい。そんなことも分かっております。そして皆さんと一緒にやっていく中で、他の講演でも出していきましたけども、こういう年表が出来上がっちゃったんですよね。今大物主八千代の時代、ここから書いてあります。その前の瀬織姫はちょっとまだ年代にできていないですが、ここに全300年穂の家具土、山田のオロチ、八幡神、天の村雲の剣、それからイザナギの御事がやってきて、この穂の家具土を殺したと古事記日本書紀にありますね。それから細型銅剣の時代が始まります。これ筑豊の遺物ですよ。で恩河式土器も始まります。立屋式遺跡が残っています。で弥生中期に入ります。紀元前100年150年頃、すずり、鉄造鉄布、鋳造鉄布、下平田遺跡、行橋市の方ですね。それから全冠式橋、東須絹、これが飯塚の立岩遺跡から出ておりますね。その穂のかこのかイザナギの御事の後がスサノの御事ですよ。出雲王朝創建ですね。そして紀元前14年に天照大神ことにぎはや妃が笠置山に降臨、犬国が出来上がりますよと。そして天の金山の鉄から鏡を作ったという記録が古事記にありますよと。で、57年馬島での御事、にぎはや妃天照大神の長男ですが、この人が大阪湾まで出かけていきますね。でこの当時にこっちの河原の近くでは五冠の甲武帝から金印を貸しされて、その金印がこの馬神天照大神に家康の御事の後を受け継いだ天の籠山の御事がもらってきたと思いますので、私は河原三の竹の麓に宮殿があって、そこに最初はこの藩の犬国王院、博多から出たとされる金印はここにあったんじゃないかと考えとるわけです。そして約130年犬国栄えます。ここ豊前の土地です、中心です、はい。
で107年和の免状国王水晶が成功献上しますね。でこの時に金銀削岩主流門撤去が可視されたか、あるいは逆に和人の側がこの鏡を作って中国にもたらしたか、今私は2つの方向で考えています。そしてこの犬国に殴り込みをかけたのが、これが神武天皇でございますよと。でこの人がいわゆる今日の倭国大和の国をお作りになったということになってますよと。そしてこの神武天皇さんが亡くなった後に倭国大乱が起きてますよと。でそれを鎮めて200年にいよいよ弥生後期でありますが卑弥呼さんが教示されてますよと。で239年に大宝軍に献死しますよと。で恩賀川流域にその時卑弥呼さんが魏からもらってきたと思われる、結局年代としては五漢式経が日本で最も多く恩賀川流域に出てますよと。三角縁心中経じゃありませんよと。その卑弥呼さんが亡くなった後に熊本から出てきた慶光天皇、多分卑弥呼だと思いますが、その彼と戦って大和を守り抜いたのがおなじみ大和武尊皇子。この彼がここの天の村雲の剣で、焼津のところで草を薙ぎ払ったんで、ここで草薙の剣に変わりましたよと。でその大和武尊皇子の孫の時代になんと神宮皇后が向こうの敦賀の気比から出てきてこの豊国を制圧しましたよという、まあ、こういう略の年表の中に今までの通説の古代史と全く違う、かなり広い範囲とかなり長い時代にわたって豊国の歴史、和国イコール豊国説を展開してきたわけですね。今神々の途中大物主の段階でここまで出しちゃいました。ひたすら大物主を追い続けてこうなったんですね。さあその須佐能の命と大国主の神の系図が古事記で実はこれかなりひっくり返されています。古事記の神代も当てになりません。でこの図でここに書きましたように、私ここの須佐能の命から6代ぐらい経ってここ塗りつぶしましたけど、ここにもともとは大国主が入ってました。大国主がこれ私上から、書き入れてこれ大物主に戻しました。でその妃が明らかに田切姫の命でありますね。これだけで私はこれを頭に持ってきて、須佐能の命は先ほどの宗師日本国伝のように後ろに持っていくことになります。それから古事記で、大物主と大国主がイコールに書かれてありましたが、大国主は逆に大物主を祖先とする、ここに書いてあります17世の孫です。これが古事記の神ですよということを言ったわけですね。ここに彼この大国主の神宗方の興津宮にます神田切姫の御子を目として埋める子は味付き高彦根の神という、古事記はここをもうすでに書き換えてあったんです。これ大物主だ。彦さんの伝記から言っても明らかに大物主と田切姫です。この新しい罰、今日の前半の目玉です。罰です。これさのずっと後です。で大物主の後が大国主、大国主のまた後がさのですね。はい、こういうことを言い始めました。この講座でかなりやってきたんですね。さあこの大物主の時代に当たるかどうかは分かりませんが、中国にはもうすでに周という王朝が、紀元前1100年に成立して、秦の始皇帝が天下を統一するまでギリギリ周という王朝が1000年間続いておりますね、約ね。でその時に実はすでに周の始まりの頃に和人が朝宋を献上したという記録があります。だからこの大物主の歴史とか瀬織姫の歴史がこの豊国彦山にある限りは、この彦山にいた和人たちが周に行って
そしてこの周の王朝に始まっていた李という長さを我が国に和国に持ち帰ってきたんじゃないかということも、これは三国志の魏志倭人伝と関係させて言うたわけですね。そうしますと、その紀元前1100年の頃の周は2足135センチで、しかも50歩が一里だったじゃないかということで 67.5 メートルという、現在の数字を出しております。で、秦の時代になって始皇帝が一里50歩を一里300歩6倍しましたんで、これが405メートルになってますよと、まあ、こんなことも言ったわけですね。そして前回皆さんこの写真覚えてます？なんと紀元前1100年頃に周王朝はやっぱりこういうような定規のようなものを使って中国全土を捕捉したわけですね。だから中国の恵南寺という書物に、周の時代の中国の王朝の版図が、南北 何千何百何万、歩とかいう形で書いてあるわけですね。東西がやっぱり何百万歩って形で書いてある。これを皆さんに提供したわけですね。これをやっぱり和人が持って帰ってきて、和人はもちろんそれを習ってきたわけですから、自分の土地測らなかったわけないですね。測りましたね。そしたらそれをまたアレンジして、今度は陸伝いに船で行きよったら、船でもまた今度は500里だ1000里だっていう距離がつかめるわけですよね。それが後の三国志魏志倭人伝に来てますよってことを、実はこの講座で皆さんの前に長い1年以上のスパンかけて皆さん伝えてきたわけです。これね、じゃあ第二次世界大戦のポーランドの一コマでしたね、これね。さあ、この大物主の後ですね、中国からまた人々が渡ってきますね。これもびっくりでしたね。はい、これ松野村寺系図です。熊本県に松野市というのがいますね。松野村寺系図、その系図にですね、郷房の子供の孔子、これ中国の歴史書にはないです。これが孔昭天皇3年来朝して日の国大和に住むという、こんな系図があるんでございますね。で、この孔昭天皇3年っていつかというと、実は西暦紀元前473年です。越王孔鮮、郷房を討つ。これで春秋時代の呉の国滅びるわけです。この時に揚子江流域から人々と稲と、それから、アイラトビカズラ。これがこの熊本県の菊池山側に来とるわけなんですね。まあ、こんなことも皆さんの前で取り上げたと思います。俺やっぱりこれはしかし日本書紀にはあるいは古事記には書いてないんでございます。だけど中国の史書と熊本県の源氏伝承からこれが割り出せたわけですね。で、これが後の三国志あるいは寛永になりますけど、義略中の日の国の記録で、ここにその後ですね、その今の春秋後ですね、ここになんと我が国のこのどう考えてもクヌ国と呼ばれた、これやっぱり福岡県の南、熊本県の菊池山側にいたあった国だと思われるんですが、そのクヌ国の人々が自分たちの昔語りの中で、自分たちは大白の呉の大白の末裔だと言ってるよという一文が中国の文献に残ってたわけですね。で、この呉の大白は騎士で、房の祖で、クヌ国は菊池川流域、菊六盆地だということをこのずっと後の回で言うたわけですね。で、ここに書いてある、これは魏志倭人伝にもある、夏侯昌侯の子というのは、この前473年の戦いで勝った側、越王孔鮮の祖で和人ですよと。で、呉と越は非常に仲が悪かったから、呉の人々は熊本県に、越の人々は恩賀川流域に来たんじゃないかって言うとるわけです。それが多分この人たちです。これはその前の大物主のまだギリギリ時代ですが、草薙の剣、元の名は天の村雲の剣ですよと、これ山田のオロチ伝承です。
で、ヤマタノオロチは八剣を所有していたから、頭が8つ、胴体が1つ、尾が8本ですから、その尾が8本あった以上は8振りの鉄拳が出てきたはずですね。で、実はその長江の下流域行きますと、人頭邪神の除火、これが除火ですね、これが不次ですね、という神が祀られていた。この神様、不次のとこ、ここ見てください。先ほどポーランドの写真見せましたね、ここにありますよ、ほら。見えてますか？これですよ、距離測ったの。でしょ？ほら、ここちゃんと持ち手がありますよ、持ち手が。こう回しながら歩けばいいだけです。もうこれ以上拡大できません、はい。これ向こうの壁画に書いてありました。はい。面白いですよ。で、ジョカは物差し持ってます。もっと短い物差し。で、これ、蛇でしょ？人間でしょ？この神様を大物主から大国主までの一族っていうのは祀ってあったんじゃないですかね。だから後に大物主は蛇神になってますよね。いつまでも蛇神様ですよね。ちゃんと伝説と神社伝承とも合うわけでございますね。この一族が多分スサノオの前に、スサノオが奪い取ってるんですから、スサノオの前にも鍛造で刀作ってますね。作ってます、この筑豊の土地で、彦山の麓で。私はそう考え続けてきました。さあ、その越の人たちではなかったかというのがこのイザナギの命です。ここに書いてあります。紀元前4世紀から3世紀、もうちょっと早いかもしれないです。で、このイザナギの命がやっぱり日本書紀の神武天皇記で、ヤマトは浦安の国って言ってくれています。詳しい方向の千だる国って言ってくれています。だから細型道剣の国ですよと。この細型道剣が出るのも、このまた恩賀川流域が我が国随一の場所ですよ。これは考古学的な遺物が証明してくれています。イザナギの命は明らかに来たのであります。その彼が降りた島、おのころ島は、もう森さんの、ほとんど聖火のすぐそば、ここですね。これ小恩賀湾図のここ水巻図書館の上です。はい、ここにちゃんと島があります。これがおのころ島です。で、このすぐ近くの建屋敷遺跡から、この高床式建物の柱の跡も出ておりますね。掘立て柱に高床式建物です。イザナギの命の八広殿というのが、この何、て言いますかね、もうちょっと水気のある地面から床までが八広、あったから八広殿っていうんだろうということを皆さんにお伝えしましたね。はい。で、これがその一番大事な倭国の始まり で、実はそのイザナギ、イザナミが国生みの神ですよとなってるんですがね、これ白文で追いかけました。で、これで結局最終的には大山と豊秋津島を生みます。そしてよりてこの八島をまず生むところを大屋島の国というということで、戦争中も希望は踊る大屋島なんて文化があったわけでございます。大屋島の王とか大大和の王って大物主の王でしょ。だ、これは私は大物主が一番最初に大大和豊秋津島、大屋島の国を建てられたということで、もう古事記日本書紀ですでに建国神話まで移されてますよって言い切ったわけです。いや、これ違いますよ。これ大大和、あの大物主と、それから宿儺比古那の命が作り上げた大大和の国の歴史ですよ。これを後の王朝がそれを自分たちの直系かどうか分かりませんが、イザナギの命のところに持ってきただけです。だってその前の穂の家具土の命なんてのはどう考えても、もう雨の村雲の剣がもうできてましたもんね。で、このイザナギの次がやっとスサノオですよ。
だから古事記の神の系譜ももう全然デタラメだって、もうこれだけでもお分かりになります。そして中国の漢書地理史の中に落老海中和人あり分かれて百億同じ持って祭事を持って来たりて献献するとか、それから五漢書統遺伝に、三刀によりて今日なすとかいう文句があるわけですね。だからこの地図からいきましても、冗談抜きに和人は山と島に住んだわけですね。本当なんです。山がちの島じゃないんです。山と島に本当に住んでたんです。はい、これも分かってまいりますね。さあ、そのイザナギの王の後はスサノオの御事ですよ。創始日本国伝によればですよ。もうとにかく神の系譜が本によってもうこれで4種類5種類6種類と増えていくわけです。まだ増えますよ。もう私がまだ読んでないホツマツタイとかですね、あんなの加えていったらどんどん増えていきますよ。はい、私もまだ手が出ません。さあ、そして出雲の国できますスサノオです。これイザナギの後ですよ。実はアマテラス大神逃げ足の前ですよ。はい、そして、菅の地に至りまして、我この地に来て我が御心すがすがしと乗りてこの地に宮を作りましき、彼この地は今に言う菅なり、この大狼初めて菅の宮を作りしときその地より雲立ち上りき、隠して御歌を読みき、その歌に曰く八雲立つ出雲八重垣、妻ごみに八重垣作るその八重垣よって、この古事記にあったわけですね。さあ、これ先ほど出しました河原町の鏡の池でございますね。で、島根県に八重垣神社というお宮さんがあるわけです。その八重垣神社の境内にやっぱり鏡の池があるんです。鏡が池が、それで良縁を願う乙女たちがその鏡が池に和紙の上にコイン乗せまして浮かべるわけです。早く沈むと願いが成就すると、こういう伝えがあります。これに気づいた東京の神宮皇后教諭向かいのある人が、じゃあ河原の鏡の池にはすぐそばに八重垣ないのかと、こう迫ってきたわけです。結論ありました。この奥に玉垣があるって言いましたね。玉垣様がね、その玉垣様のまた奥に八段の丘がありました。一番最初1995年頃に柳井さんを訪ねてきた時に、いや実は裏山になぜか知らんけど段があるって言うんです、おっしゃってたんですよ。それを思い出しましてね、もう一昨年ですか、で念のため登ったんですよ。八段あったんですよ。しかも半築で突き固めたように2000年も崩れてなかったんですよ。だからあの上に佐野の御事と不思議な姫がいらっしゃったんじゃないかということになりましてね、もう私も怖いんですよ。もうだってこの柳井さんち大名淵の神がいらっしゃって佐野の御事が菅の宮を建てていらっしゃった、あの小さな場所に歴史が20、30に埋まってるんですね。また慶光の天皇の時にはあのカムナッソ姫までいたかもしれないという場所ですからね、この柳井さん家というところは。もう怖くてしょうがないです。私もよう柳井さん家に行ったと思います。最初神宮皇后を調べに来たんですよ。でここに鏡の池があるからってここに入ったのは、これがもう私の幸運の始まりでしたね。神宮皇后も関係しています。だからこの近くに中愛峠があるんです。さあ、だからこの次がいよいよ天孫降臨、天神降臨です。一応古事記では二輪の御事になりますが、いや私はその前に逃げ合い日が来てるよと、その前にお父ちゃん天のおしほみの御事も来てるよって言っています。はい、その古事記のこれですよ、おしほみの御事と二輪の御事という、これも一応親子関係ですね。天孫降臨説はですね、その一説こそがいつの千脇千脇手という文句に代表されるわけです。このコースなんでございます。これ
後の魏志倭人伝の一国の一に関係していましたよ。古事記日本書紀ではこの漢字の組み合わせは全部一と読んで例外がありません。播磨国不動記でもそうです。だから通説の学者さんたちが伊都国伊都国っていうのは絶対間違いだったとしては言うわけです。古事記日本書紀を真面目に読む人はこれを伊都国と読むわけがない。伊都国です。その伊都国の土地を切り開いて相手を倒して地を流して土地を開いて侵略してきたのが雨のおしほ耳の御事、その子供のにぎはやひの御事、その弟のににぎの御事と、この親子だったんですね。これをまたこの講座で言ったわけです。その天のおしほみのみことの上陸地点が倉手軍師のトップに書いてありました斧です。この斧無体家です。ここに高津の森があります。ここに地勝神社があります。これ筑豊高校でしたっけ。ここです。日中これ野方日中、はい。さあここに恩河湾のどんつきがあったわけですね。ここに天の塩見の御事が上陸し、そして鷹に化身して南の方彦さんに飛んでいったと倉手軍師に書いてあったんですよ。うわこんなとこに書いてあったって後から気づいたんですね。そしてまた斧が残ってるんですね。こうやって地名にね、確かここの交差点の信号機にねちゃんと斧むたって書いてある、はい、もうすごいでしょ。その天の押し込みの御事が結局大物主が住んでいる北岳に入り込んでそれを奪い取ったというのが彦山瑠璃残ってたわけですよね。一応伝承の上では心をよ気持ちよく住処を譲ったって話になってましたけど、はい、そういうことでしたね。さあそのですよ、天の塩見の御事の息子が天照大神、ここでいう天照大神は私が言うにぎはやひの御事ですよ。この御事が先の王であるイザナギの後の早草能の御事と、こちらが侵略側ですか、こちらが守る側ですか、これが対決したわけですね。それが実はあの受け入れの場面ですよ。それでお互いの物ざねから生み出したのが、例えば、天照大神が竹林佐能の御事の戸塚の剣を噛み砕いて、それで息吹のなった神の名が田切姫の御事、興津島姫の御事、それから、田切姫の御事とか市木島の御事とかありますね。いわゆるこれ宗像三女神ですね。それから早草能の御事が、天照大神の物ざれから、生んだのが、正勝赤塚千弥姫雨のおしおみの御事、あるいは5人の男子だったということで佐能の、御事の子供が、結局は、豊国の王として、豊国の王になったということが、まあ、古事記にこれまた順番入れ替えて書いてあるわけです。順番が入れ替わってるんですよ全部。だから古事記は順番通り読んじゃダメなんですよ。まあ、暇があったらあの読み方の順番をお教えいたします。古事記をあの全部こう段落に区切ってですね、でどこから読み始めるかとやらいいです。さあその天の押し本身の御事とにぎはやひの御事およびににぎの御事、この親子が船に乗ってやっぱりこの福岡県に降臨してきましたね。それこそが天の岩船でございます。この船に乗っかってやってきたわけでありますね。もちろん木造船ですよ。だけど上陸した後にその侵略に成功した彼らがこの福岡県佐賀県のあちこちにいわゆる船石というものを残していきます。これが佐賀県鳥栖市の船石権現です。人の高さはこれくらいしかありませんから、これだいたい5メートルぐらいありますね。でかいですね。帆掛け船ですね。こっち側も絶壁です。非常に危なっかしいところ立っておりますが2000年来崩れてないですね。これ、福岡市佐原区小笠の船石です。菅原道真公の伝承に変わってますが、要するに天神逃げ屋の御事の伝承です。そしてこれが私が田川の土地に見つけ出した赤村の船石ですね。これ多分天の塩見の御事に関連する遺物だろうと思います。
でまだ他にもあります。探しきってないだけです。他のみんな山の中にありますんでちょっと入りにくいです。もし皆さんがその気になって探していただければ、若い人中心にもう10個や20個ぐらいはあります。こうしてにぎはやしがこの遠賀川流域に、かつての遠賀湾沿岸に、豊前の国に空光山と、あるいは天光山と天満和国、これが博多 の、 あの鹿の島から出土したとされるあの金印の国、犬国という国の始まりになります。草野の御事を倒したのが天照、大御神こと家康の御事であろう、宮若市宮田町磯光の天正宮に祀られる尾神である、古事記天の岩屋と伝承ではとありますね。でこの中にもすでにね大変なことがいっぱい書いてあるんですがね、ここに例えば天の香具山の間近尾の型を貫き天の歯吹きを作るという不意語を作ったという記録がありますね。そして、最終的には鉄の、鏡を作ったってことが書いてあるわけです。そして、やっつけた林佐野の御事にチクラの置きと、これがスレート状の石でした、これを何枚も、かぶせて結局圧殺したということが分かりました。で一族はひげと手足の爪とを切って、そして根の片すくに今の島根県に流したという歴史事実があったんじゃないかということを言ったわけです。これでよって出雲が福岡県から島根県に移ったわけです。その佐野の御事の終焉地、石を置かれて圧殺ですね、夏焼きの書、今の夏吉ですね、ここに豪屋というのがあります。ここに須佐神社があります。豪屋第一鍾乳洞ここにあります。これが多分天の岩屋とです。その前の田んぼのところで須佐野の御事が圧殺されたんじゃないかと思っております。後の時代に神宮皇后によってこの土地の夏葉が焼き殺されたんで夏焼きの鍾って言ってました。だからここの鍾乳洞はなぜか煤だらけです。非常に不気味でございます。はい。そして須佐野の御事の墓がなぜか小倉南区長尾4丁目1番地にあります。今でもあります。八坂神社のほとんど駐車場内にあるようなものです。はい。日本で全国唯一ここだけですよ、佐渡の御事の墓なんて掘ってあるの。はい。さあそして紀元前14年、これは私が通った天正宮の伝承ですね、豊橋原瑞穂の国の笠置山に降臨ということで、天光大和の国、犬国が成立します。こんな範囲です。中心になるのがあの例の立岩式の石包丁、つまり水稲が盛んな地域にこのおいしい米を求めて、稲を求めて、にぎやしたちはこの国に侵略してきたみたいですね。中心はやっぱりまだ彦山ですよ、遠賀川流域ですよ。はい。で57年の犬国王で宮城御事の後を継いだのは末っ子の天の香具山の御事です。で天の香具山は私にとっては河原さんの竹絶対動きませんよというのも何度も申し上げてきました。そして、遺跡から考えても墨で漢字を書く国家でもあったわけですね。はい。金印もらってきました。河原岳の麓に置いてありました。はい。それから安定の永所元年に和国を推奨、成功160件時証券を願う。この鏡が果たして中国で作られたか、日本の下で作られたか、それはもう分かりません。謎です。ただしこの頃できたという可能性は高いです。さあそうやって、天満和国が100年以上栄えていきますね。さあこの頃例の南熊本菊池山鹿の土地に豪房の子供がやってきたという伝承がありましたね。この国その後亡くなったわけじゃないです。ずっと続いてました。そこにですねこの福岡県の東半分に犬国が栄えている時に紀元後70年、神山と岩レビ子が誕生します。日本書紀から割り出しました。後の神武である。583年大阪の大室や吉野ヶ里遺跡陥落、宇賀や福会津の御事の佐賀平野攻略戦というのがあって九州の西半分を宇賀や福会津と神武の親子が勝ち取っていきますね。
で584年岩礼彦年15歳たちて大使となるというのが日本書紀に書いてあります。そう、これこの日本書紀歴日原典というね、コンピューターで計算した技法歴で書かれた日本書紀の年代と、それから実際の、グレゴリオ歴と、計算し抜いたものの中で、神武天皇の実際の年代は、戦前まで言われてきたこんな紀元前660年とかこんな年ではなくてですね、なんと日本書紀の慶光天皇12年12月、西暦の83年1月5日この時に実際に当たるんだということを私が、ずいぶん前から、言い始めて、細かい年代を出したわけですね。そうしますと、この慶光天皇記に書いてある大和武尊が熊曽武尊川上武尊をやっつけたというお話が、実は宇賀や吹合津と神武天皇の親子が肥前の国の市深谷や市家やそれから川上武尊ですかね、この辺り肥前の豪族をやっつけて回った記録ですよってことを日本で初めて言うたわけです。これがまた松の村寺系図なんですよね。火の国の伝承恐るべしですね。それで皆さんの前にこれ言ったわけです。肥前の国の大和武尊の御事は御年15の神武天皇だったと、作りに作り変えられた結果の伝説ですよと。だから僕は肥前の国に鞍手の大和武尊はいませんでしたよって聞いたわけです。これは話が後のように、つまり古事記日本書紀が完成したことによって話がごちゃ混ぜになってしまってますよということを言ったわけなんですね。あれ原文は明らかでしたもんね。要するに川上健の娘のお姉ちゃんの方が、宇賀や吹合津の兵の一人を連れ帰ってその兵に殺させたんですよね。あれがどうも原型でしたよね。はい、また後で出ます。さ、その神武さんがですね、今言いましたようにお父ちゃんの宇賀や吹合津とともにこの肥前の国を吉野ヶ里も遺跡も含めて倒して、とうとう筑紫の糸島半島まで出てきますよと。そうした時に、これもまた考古学で有名な免田式土器というのがあります。こういうジョッキ型土器とかいうので有名なんですが、これはこの土地の博物館に飾ってある図ですね。このジョッキ型土器がこういうふうに、でこの、ここに書いてある十古文長慶古と呼ばれる土器がこの黄色の線でやはりここに糸島半島に向かってるんですね。分布してるんですね。肥前の国にはないんですね。だから宇賀や吹合津と神武天皇は熊本から筑紫に出ましたよ。そしてこの筑紫からいよいよ豊国、逃げ合いの建てた国を攻撃する、つまり東に向かって撃ちますから、神武天皇の統制はここから始まるんですよと。こんなとてつもないことをもう去年一昨年にやったわけです。で筑紫まで出てきましたよ。はい、西の国の宮、もう高須神社ってはっきり出してある、糸島半島です。ここに日向三代が祀ってありますね。ここで神武天皇は初めてこう言うんです。けだし国のもなかか、その飛び寄る者はこれ逃げ合いというか、何ぞ行きて都なさざら、どうして出かけて都を作らないでいられようか。いや都作るぞ、逃げ合いの建てた国の後にね、いやこう書いてあるんですよ日本書紀に。これをただ通説の皆さんが何にも読み取れなかっただけです。そして大事なことはここですよ。ここまでなんとか来た、宇賀や吹合津の御がですね、西の国の宮にかむさりき、宇賀や吹合津ここ筑紫の高須の宮で亡くなってるんです。それで故郷の山鹿の阿平山の山稜に葬ったって書いてあるんです。ここに阿平の山のほと上の御ささぎに羽振り祭る。だから日本書紀何にも嘘書いてないんです。山鹿の阿平山の頂上です。宇賀や吹合津眠ってます、断言します。
そのお父さんを失っていよいよ神武はあの佐賀平野攻略戦の15の年から30年経って45歳にして初めて統制始めますね。はい、これが戦前までのあるいは現在に至るまでのこっちの大和の国まで入った神武統制図である。僕はこれを40代からいや違うよと、こんなの間違うとるよと、神武天皇統制地図奈良県行っとらんよと、これを何度も何度も繰り返し述べたわけです。これが私の図です。はい、肥前肥後全部一国にまとまりました。もう犬国にぎやひの始めた国豊前豊後中心にもうこんなもんです。ここに糸島半島からいよいよ統制です。わかりますね。はい、こういったことが、見えてきたわけでしたよね。そしてこの統制防御をやってる時に、さっきにありましたように、東に行って、なんで都を作らないでいられようか、いや都を作るぞと統制宣言します。そうすると庄司たちが断り、いやちこなりって答えるんです。ありましたね。そのいやちこは実は今大分県から作られているあの例の焼酎いいちこですよと、このいいちこと同じ言葉ですよと。そして地元では最もだいいことだの意で使ってると。つまり神武天皇さんが45の年で高須の宮で東に行って都を新たに都を建てるぞと言ったら庄司たちがいいことだ早くなさいってこういうふうにこうしたって日本書紀本当は書いてあったんですよ。これを私がいいちこといやちこは同じで豊前方言だと、だこれは九州の物語ですよ歴史ですよってこう言い切ったんです。焼酎とも関連してるんです。まあ私の母校の国語学者の先生たちも誰一人として認めてくれませんけどね。はい、まあ、そんなこんなでございますね。さあそれで神武天皇第一統制出かけます。玄界灘、はい、東に行きますね。寄った場所です熊野神社むしろ内ですね。でここに神武天皇の御腰掛け石と今でもちゃんとありますね。看板きれいになりましたよ。それから鴨武神社、宗像の妻のですね。でそれから、八所神社、義朝です。こういうふうに宮を訪ねながら、そしてこの途中でですね、ここより宗像三神を要拝したもうという文句が日本書紀あるんですよ。今の宗像大社ならもうここにあるからもう途中で拝んでなきゃいけないのに、なんか知らんけどこの辺りに来て要拝するっちゅうんですよ。でどうもこの時にはまだここに宗像の神三女神いなかったんです。どこにいたか、はい、はっきり言います。海田町の厳島神社です。いいですか、海田の厳島神社です。あそこに神武の時には三女神が祀られていました。だから神武さんはここ足あたりから海田町の宗像三女神を拝んだということが考えられます。これで簡単ですが熊本山鹿の日向きから筑紫糸島半島に出て、そして鉄を求めて豊国に殴り込みをかけたというのが福永説なんでございますね。はい、114年です。それが丘の港に入ります。115年、長曽根彦軍と交戦します。丘は負けます。そして帰った先が草勝大堀公園です。そして一世の御事が、焼き炭に当たってかまど山太宰府宝満山に葬られます。このかまど山の高千代の宮において3年間再軍備した、途中吉野ヶ里も滅ぼしてましたね。はい、こういう歴史年表を福永は作り上げたわけでございます。これもまた現在博多の町に歩道のところにこれタイルで印刷して置いてありますね。これ博多小図って言います。ひっくり返ってますけどここ分かりますね。逆にして申し訳ありません。はい、ここです。草替えありますでしょ。今の大堀池です。大堀池です。ここに霊勢津がありますね。でこれが今の住吉大明神です。
だからこの辺り今確かこれ何ですか、これ渡辺通りですか、もっとこっちか縦か、はい、これ今何通りなんの、うん、この辺りでございますね、はい。これがなんと800年前、鎌倉時代までまだこれ草刈りだったんですよ。歴史ってこうつながってるんですよ。だから神武さんは負けて草津へに帰った、これでお分かりでしょ。さあそれで一世の御子と、はい、この山頂に眠ってますね、お父さんと一緒です、山頂に眠ってます。これ神武の一番上のお兄さんですよ、はい。でこれ竈門神社があり、竈門山ですね、はい、宝満山です。そして神武さんは、それで3年間再軍備して、いよいよ第二次統制出ますが、この時に大迂回やらかすんですね。熊本に戻って宮崎へ出て、宮崎から大分県に登ってきて、ここから彦山を越えて、そして恩賀川流域にという、これが第二次統制ですね。はい、いろんな図を使ってやりました。こんなもんでしたね、はい。そしてここに書いてありますように、宮崎を出て、ミミズを出て、日向から早水野と早水姫神社に至り、渦彦を道案内とする、これが西暦118年です。で宇佐安治夢妻掛神社に至り、足一つ上がりの宮に入ると日本書紀に書いてあって、実際の場所を当てたのはこれが福永説です。この括弧以外は全部これ日本書紀に書いてあるんですよ。でこれは今度は地元伝承です。これまず久保手さん演技です。数ヶ月佐野田家久保手さんに通い、当大天狗武前坊大物主です、大物主です、および八田ガラス久保手さん八天狗です。一族と同盟を結ぶ、この間吉野の九女ブラを巡部、6月天皇一人巫女多岐清水の御と戦美戦を率いて進む、すでにして美戦中津国飯塚市立岩丘陵に赴かんと欲すって日本書紀には書いてあったんです。通説の学者さんがみんな神武天皇奈良県に持って行っちゃったからわからなかっただけです、うん。さあその途中です。早水姫神社、ここにまたあの資源の神やそ曲がつひの神瀬尾律姫が祀ってあります。はい、次つばがけ神社、姫狼また瀬尾律姫神が祀ってあります。神武さんたどったとこ全部瀬尾律姫関係の宮さんでした。つながったでしょ。これが今妻掛神社さんが言うところの足一つ上がりの宮ということで、実は、川中から現れた女神がつけた3番目の石の足跡のある場所です。だから本当はこのお宮さん全体が足一つ上がりの宮でした。はい、これも分かっております。そして久保手さん、これは久保手さん縁起です。ここの中にこの久保手さん、昔仁王だけって言われよりました。これ神武天皇さんのことですね。で天地開闢し神代すでに終わる、神武天皇宝丹を揺らし中津国、これも飯塚市立岩丘陵ですを平らげ、犬の邪神、あの金印の犬国の犬と同じです、万葉仮名で書いてあるだけです、犬の邪神を払わしめ九州を治めんとす、神武さんの目的九州です。どこにも奈良県書いてないんです、地元の神社伝承で。でこの峰に至りて天神智義を祭り、慎みて両河を立てしところ佐野岳という天皇の尊号のゆえなりとありますが、神武天皇さんの若き時のお名前が佐野の御事でしたね、佐野の御事でしたね。だから佐野だけが先です。それから仁王だけです。それから久保手さんです。だからやっぱりこの土地の伝承と神武天皇の一次統制二次統制、そして資源の神の瀬尾律姫から、瀬尾律姫神の土地に神武さん殴り込みかけたんでしょう。結果的にはずっと続いてましたね。これを何回にも分けてお話ししただけです。豊国の神々と和国の神々と神武天皇さんの統制の場所、
の神様全部一緒でしょ。彦山周辺でしょ。彦山のあるところが大和だって福永言ってますでしょ。大和のお話なんですよ。彦大和のお話なんですよ。奈良県に彦山は中東です。せんかったんです。はい。さあそれで、しばらく南の吉野、これ山国町ですね。この一族も基準させますね。はい。そしてこれは、RKB でしたか、出た時の、RKB が作ってくれました。さあやっと彦山からまず川崎町に降りてきます。尾根沿いです。そしてここに書いてあります、7月八田ガラスの案内で彦山を下る、これ私は付け加えました。これは日本書紀書いてあります、8月宇田の宇加地の村に至る川崎町が私が入れました。宇田の阿賀田の決戦に勝つ、これで絵浮かしはつけますね。で9月に宇田川の朝原に移し祝いをなすと。で宇田の宇加地の村ということで、この、川崎に移ってきても6年近くになりましたが、ここに天然記念物中元寺川の大傑群とあります。そして、この後に出てきますここですね、天降神社、これのすぐ前の中元寺川には、大釜小釜という、樋口さんのお話によれば直径3メートルの大きな宇加地、穴が開いてたわけです。だからこれが日本書紀で宇田の宇加地の村と呼ばれてるんだと。だからこれは間違いなく天降神社の前の中元寺川の土地を言うのだということがやっと分かったわけですね。こちらに来ての大成果でしたよ。今はもうダイナマイトで半分壊されてるんですがね。はい、川崎町でしたよ。はい。そしてこのこれは今度は田原ですね。田原遺跡のとこですが、そこで絵浮かしは基準しないで神武天皇をこの圧殺する仕掛けをこさえましてね、でそこに神武天皇を招いて殺そうとしますが、まあ、音浮かしにばらされてしまったんで、結果的にはお前が入れって言われて自分の罠に入って、死んでしまったということが書いてありますね。はい、絵浮かしを中枢でございますね。でこれが川崎町の教育委員会から、いただいた、田原遺跡の図でございますね。はい、ちょっと動画になってございます。もう今ここにパチンコ屋さんとかなんとかマートとかいろいっぱいありますね。はい、これが、そこでそこですね。でこれ見てください、これ日本書紀に宇田の千原って書いてあるんですよ。ただここに田原の語源ありましたね、ここにね。はい、宇田の田、千原の原、田原です、ね、こここそが絵浮かしがやられた場所ですね。で彼らの体から流れてた血がくるぶし場で埋めたっていう、そういう大虐殺のあった場所ですね。ここですね、田原でしたね。後で知ってもゾーッとしましたよ。あ、縮めたら田原だって。見えますか、宇田の千原、田原ありますでしょ。さあここで第1回目の戦いを追っちゃいましたから、山鹿から持ってきた矢が半分以上なくなりましたね。武器足りませんね。それでですね、渦彦と音浮かしをですね、じいちゃんばあちゃんに化けさせて、そして家具山に行って張り土を取って帰らせるんですわ。それを取って帰ってきたら神武天皇は喜んで、それで水無しの鏨を作ったっていう記録が日本書紀あるんですよね。でそれでまた結局もうはっきり言います、天の家具山河原三の岳から勝手っこを取ってきたんだと思います。要するに製鉄の材料です。それを取ってきて水無しの鏨、これも愛媛県の宝石商の人に教わりましたけど、やっぱり鉄はすぐに水に冷やさないで水無しで熱いままにしとくとずっと叩きが伸びるんだそうです。だからどん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 薄くしていって、で冷めたところで、そこから今度は、矢印の形にこうね切り取っていくという、この作業をここでやったんじゃないかと思われるんですね。
だからそれはだから当然あの皆さん鉄のあの熱くなった赤い色の状態してますね。だからあそこに我々が今でも食べる飴という字が当ててあって、それを高根と日本書紀わざわざ読んであるんですね。飴玉の飴ですよ、あの字ですよ、食塩に大という字、あれに高根って読みが出てあるんです。そして日本国語大辞典なんか引き寄ったら高根、あのそのね、高根というのは鉄属のことか矢尻のことかってこう書いてあるんですよ。当たってたんですね。だから神武天皇さんここで矢を補充したわけです、次の戦に備えて。はい、それでこの戦いに勝つわけです。はい、国見が丘の戦いですね。ここで八十武を国見が丘に打ちて破り切りつという、これ赤村の頑弱さです。この国見が丘っていうのはこれ日本書紀にちゃんと書いてあるんですよ。はい、これも面白かったですね。そしてもうこれ概略ですからね、11月今度はいよいよあの中津国立岩丘陵にこもる式彦を攻めようとして、神武は川と海の混ざる広大な沼を勝ちで渡り片島に上陸、ついに熊野の宮の村を攻撃し式彦を滅ぼす。天の岩立て、これ日本書紀の文句です。かっこは私です。立岩神社に登り東勢成就を天祖に祈願する、これはここの伊手引神社さんに伝わっていた伊手引神社社殿に書いてある部分です。立岩が書いてあります。ここに登って天祖に、東勢成就を祈願遊ばしたと、ここのお宮さんの伝承に書いてありました。この伝承の小録が倉手軍師大正9年の本に残されてました。私はそれから神武天皇の後をずっと歩き回ってやっと見つけ出したわけですね。それで何やったか、神武さんなんと先ほど出てきたあのにぎはやしたちが乗ってきた船のモニュメント、天の岩船を真っ二つに折ってしもうたわけです。敵のモニュメント、これ明らかに人為的に折られてる。命令したの誰か、神武さんです。だから私は神武さんが絶対立岩来てますよって言い切ってるわけです。これ以外に証拠がない、奈良県に岩船ない、船石ない、ありえない、もうこっちです。で12月長曽根彦との最後の決戦に臨むですね。で三草ついに長曽根彦を撃つ、苦戦を強いられたようだが心象し、ついに長曽根彦を殺すと、これで犬国滅亡し大和国成立ということを私言ったわけですね。さあ第二次統制、今日はここまでですが、あと10分です。はい、ざっと追っかけましょう。ここの伊手引神社社殿と日本書紀合わせただけです。ほとんど写真だけで紹介します。帝王山、すり鉢山です。それから今度は馬見神社社旗です。あちらを通過されますね。高羽を得て岡田に出る途中で山田の村、ここです。で高見結びの御事と五木祭りとありますね。これ小野谷の高木神社です。はい、この各神社伝承に、釜地区の神社伝承に神武統制ってこうかみんな書いてあるんですよ。神武後統制って一つや二つじゃないですよ、八つ等々あるんですよ。はい、はい、上竹山です。熊田村ですね。今上の山と書いて上山っていう場所ですね。うまみ山、はい、もう堀さん夫婦が今2個やってらっしゃる場所、あの近くです。ちょっと下です。はい、天孫二位の御事の霊石を訪ね、だから2個の2ってこれですからね。はい、降臨宮部の神うまいもののべの末駒主の御事、これが日本書紀書いてところは鎌の伝承では必ず駒の城御事が登場するんですね。うまみ神社さんですよ。はい、うまみ神社ここに書いてあります。神武天皇ご統制の時書いてあるじゃないですか。これがまた足城という土地なんですから、駒の城御事が足城の春明を献上したから足城と呼んだって言って、その足城の地名が今なお21世紀の今日まだ残ってるんですよ。これ神武天皇の、ね、足跡の跡じゃないですか。奈良県どこに足城があるんですか。鎌だけですよ。はい、次天降八所神社ですね。これ多分八田ガラスでしょうね。はい、また教えたって言うんです。ここ鳥居、はい、
ここに雷雨八田ガラスが書いてあります。稲はと鳴いて皇宮を導いた土地だから、この時までに、ジムさんは大阪住坂の戦いも制してますね。川崎取った後に天の香具山との間にまだ、敵軍の、要塞があったみたいで、これをやっつけた上で、後ろバックからの、襲ってくる軍隊がいなくなった後に、カラスオ峠を越えて飯塚の立山で進軍したようですね。でこれが大阪の戦いです。大阪の大室にというのが向こうの橿原神宮ですけど、私はこれを日本書紀に従って大阪の室に八十猛を舞い打つという、まあ、この話に、ちゃんと、戻しました。そしてこれがいよいよ田川の敵をほとんどやっつけて皇庫の憂いをなくして、そして、八田ガラスに案内されて費用から西南のカラスオ峠に飛ぶというか、行く道案内する八田ガラス一族の後を追っかけた、その場所がカラスオ峠だということがはっきりしとるわけです。だからこの絵を描いた人は図らずもカラスオ峠に向かう神武さんを描いたことになっているわけです。偶然の一致です。もう見つかった時は喜びましたもんね、私ね。はい、さあその行った先です。これが熊野の宮の村、ここに熊野神社があるわけです。立岩丘陵です。新飯塚駅のすぐそばですよね。さあそしてこれが通説で長い間分かんなかった熊野灘のご避難。暴風が吹いて2番目のお兄さんと3番目のお兄さんがなんか自殺したような格好になってるお話があったんですね。これを私等と生蓋熊野の海戦というこの戦いの後ですよと、これ海戦の後ですよって置き換えちゃいました。はい、これフラッドマップを使って、昔恩賀湾がずっと奥まで入って、これが立岩丘陵です。多分この頃まで海あったと思います。これを渡る時にこの立岩の上から石がどんどん落とされて、これで船に穴が開いて沈没して、2番目のお兄さんと3番目のお兄さんが戦死したんだと思います。だからあの辺りにその、紀元118年頃の船の跡、木造だから出ないかな、20メートルぐらい掘っても出ると嬉しいですがね。はい、熊野神社境内の巨石ですね。この手前ぐらいに置いてある石ぐらいだったら、これちょっとやればね、人間が手で持ってこう上から投げ下ろせば、あの、ね、昔の木造船の船板ぐらい、こうね、船底ぐらいぶち抜いちゃいますよね。はい、こういう海戦がかつて飯塚の立岩であったんです。やっと見つけ出しましたよ。そしてこの危難を救ったのがこれまたこれですね。はい、高倉寺普通の御霊の剣を立て祭り危難を救うという話が日本書紀あります。この高倉寺って何もいやって考えよったら、これは今の倉手郡、倉手という土地の名前の語源の人です。これ今の倉手町は、例えばですね、あの倉手郡郡士でもそうですけどね、欽明天皇の時の倉橋と書いて倉寺の君が百済に渡って、そして、百済の王子を救うためにですかね、敵の、馬の鞍の前の部分と後ろの部分をひょっと放った矢で貫き通したっていう、まあ、それで倉寺の君と称えられた。その倉寺の君から倉手というのがついたんだということで、今でもあそこ倉寺の里っていうんです。しかし私に言わせると、神武天皇に味方した物の部さん高倉寺、この人から始まってます。高倉寺の倉寺から倉手が生まれてます。これも私この土地で来て初めて気づいたんですよ。その高倉寺がいた場所どこか、ここです。剣神社です。倉手町、ここに恩賀湾の沿岸にいた物の部氏たちの平気庫がありました。これが後に奈良県に移って磯の上神宮になります。もともとは物の部氏の武器庫の跡です。はい、また後でも出てきます、次回の中でもね。
そして11月やっつけましたね、これ前のところです。はい、この高倉氏、物のべ集団の中に犬国にぎはやひよ一族を裏切って神武さん側に味方した人々が現れて、これで神武さん立岩の決戦に勝つんでございますね。そしてあとは残りはもう残党だけです。最後長曽根彦を、これを多分ですね、ここに書いてあります、この図のところで戦って滅ぼします。その場所、富の随行とありまして、富です、富ので戦います。でこの時に、金色に光る富が、天皇の言わずに止まって敵の目をくらまして、でその隙に、神武軍が勝ったという、こういう話になっておりますね。この光をもたらしたのはこの人たち、ヤタガラス一族、ガルーダ神を祀る人々をガルダ衆といって、このガルダ衆がなまってカラシュになってるんじゃないかという福永説です。いまだに全国の人笑いよります。だけどこの神々、やっぱり向こうのインドからインドシナにかけてこういうふうに黄金で飾られた神様なんですよね。この人たちが例えば銅鏡、鉄鏡、鏡を作って、たくさんの鏡を使って太陽光を反射させて敵の目をくらましたら、これやっぱり作戦勝ちですよね。いや、ヤタガラスは最終的には同族を全部率いてこの富に集合したんじゃないかと私考えるんです。その富の村ってどこか、今の富のなまってトンの能形市でございます。あの天の押尾御事が上陸したとこです。またここが激戦地だったんですよ。はい、トンの戦いです。それで結局にぎはやひの御事の子孫が帰順します。犬国滅亡です。そしてここに私、物のべ氏と天皇家の系譜というのを途中で挙げましたね。はい、ずっと物のべ氏ってこの逃げやひろというかずっと続くんですよ。はい、でこの辺りでこの横に、はい、雨の村久保の御事の時に宇賀や吹会津の御事、それから天の押人の御事のところに神武天皇、次の沖津よその御子の辺りにも神武水勢と、この辺りが関わっているんですよということを言って、実はこの物のべ氏たちが基準したことによって、物のべ氏は自動的に、ほぼ自動的に天皇家の外戚になっていきます。だから初期神武朝は物のべ氏が外戚です。だからにぎはやひの一族と末裔と天皇家って婚姻してるんですよ。これを今までの古事記日本書紀はことごとく外してきたんですね。はい、これは山賊退治のとこで祖母の阿方、これ今の添田町です。旗というのが出てきます。それから新木部の云々ということで、今でも新城という交差点ありますね。これ添田町の山賊退治です。遺跡もちゃんと出てます。はい、それから、後になりますが、ここに木田とかいう、後の地名もここにみんな出てきてましたよということですね。はい、そして犬国総統選の中で、実は今の三重県の伊勢神宮も、実は神武天皇がこの時退治した神田町の、 あの逃げ廃妃を祀る人たちを追い出したということが、なんと、伊勢の国不動記一文から分かりました。伊勢の国の不動記に曰く、伊勢の国は天の水中主の御事の十二世の孫、天の日分けの御事ってありますね。で神武天皇、神武やるびこの天皇が熊、ここに書いてありますね、紀伊の熊野村に至ったと。で時に金のカラスの導きの間に間に中津国に入りて宇田の下津阿方に至りきたって、この後どうも行橋から神田にかけてそこにいた伊勢津彦という一族を追い出したというのが、なんと伊勢の国不動記書いてあるんですよ。ここまで一致するんですよ。神山と岩レビ子、雨の水中主、熊野村、中津国、宇田の下津阿方、金のカラス、金の飛びじゃなかったんです、金のカラスなんです。伊勢の国不動記一文。それでこの人たちが敗れて東の海に去ったっちゅんですよ。でそれどこかって、ここです。はい、元伊勢の国細身の長良の岡崎、この辺りの人たちが東に追われて行った先が、
ここに祀られているのが御所山古墳の上に祀られているのがやっぱりにぎやひの御事なんですね。この神々を携えてこう言っちゃったんです。これです、この図のこの線、ここに逃れたのが伊勢津彦たちです。ここにはっきり言っちゃいます。伊勢神宮も元は神田町にありました。そのまた大元は私の通った磯光の天正宮でございます。これが伊勢神宮の大元です。そして河原に都を建てます。はい、宮殿建てます。その都がうねびの、うねびの塔なんて日本書に書いてありますから、この今は削られた一ノ竹の塔なん、高野のあたり鶴岡八幡宮ですよって私言い切っちゃったわけです。でここになんと樫の木がいっぱい植わっとるわけです。だこれが樫原の宮、ひょっとしたら樫山の宮ですよって言い切ったんですね。そしてここの土地に来てまた新たに妃、正妃迎えます。その正妃の名前が姫たたらいすず姫の御子と、どう考えても大物主の子孫です。姫たたらいすず姫ですね。でこれ宮の大物主の神と古事記にあります。で古事記の方ではほとたたらいすすき姫の御子と、またの名は姫たたらいすけより姫の御子とと言いますね。ほどたたらと、どう考えても製鉄の一族です。その製鉄の一族を製妃に迎えたわけですから、やっぱり神武さんは河原だけの鉄が欲しくて、熊本から出て筑紫に行き、筑紫から豊の国に攻め入ってやっと手に入れたわけです。だから鉄を求めてだったんですね、立皇后です。そしてやっと橿原宮に即位遊ばしますね。さっきのあそこの鶴岡八幡のあたりですよ。はい、そしてそこで御息やそばしたね。これが西暦121年だと私言い切ったわけです。そしてあまりにも多くの敵を殺しましたんで、その祭りの庭をまたあの富野の鳥の神社、富野山中の祭りの庭を作って、その殺された人々の御霊を祀ったというのが多分どの私の鳥の神社だろうと思われます。これが向こうの橿原神宮の絵ですね。これがやっぱりそこですね、鳥の神社、ここにあります。やっぱり一番最後の決戦があって残らず族を駐滅した場所に鳥の神社が建ってる、これも偶然じゃないと思います。そしてかの神武天皇も生涯を戦いに費やして、ついに76年に西暦136年に崩御なさいます。そして多義信皇が即位されますが、その後明年137年にまた畝傍山東北領に羽振祀ると日本書紀書いてありますので、これが天皇崩御ですね。そして奈良県の神武領はこれも絶対偽物ですよということ分かっております。はい、これがあの幕末の頃です。そして、明治大正にかけてこうやって木を植えてものすごく立派に作り上げましたが、最初はこんな2つのちっぽけな塚があっただけです。しかもゴミ箱です。これ未散財というゴミを捨てる場所です。それを神武天皇陵に仕立て上げちゃいました。本物これです。一ノ竹の東北に大金山があります。弥生時代の円墳です。ここに眠ってらっしゃると思います。はい、そしてこの最初途中捧げましたこの表、これで神武天皇がお亡くなりになったというところで、このあと倭国大乱が起きますが、総集編、上ここで終了でございます。それでは次回3月もう2回になりますけど、中で、そうですね、慶太天皇あたりまで行けますかね。そして最後の3回目で飛鳥時代壬申の乱まで行くことにいたしましょう。それぞれだいたい100枚程度のスライドで3回になります。いや、これだけ長くやってきたんですね。すごいですね。自分でやってびっくりしました。あら、1回で収まらない。